この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。美代子さん、怒ってるだろうな。そりゃ当たり前だろ。翌朝、俺が勝手に事務所と連絡を取ったことを話したら、予想通りカズサは散々文句を言った。あげく、そろそろ事務所に顔を出せという俺の言葉に散々ごねてみせて、俺の出勤を1時間遅らせた。なあ、なんて言い訳すればいいと思う？まあ正直に話すしかないだろうな。誠意を見せれば向こうだって。男に捨てられたショックで何も手につかなかったって。おい、というか今もまだリアルタイムで遅刻中だけど。お前が正直に話せって言うからだ。それが私の真実なんだから。そこまでぶっちゃける必要ないだろう。だいたいお前最初は熱出してたんだから、素直に病気で寝込んでたって言えば。熱出したのも怪我したのも寝込んだのも全部お前がコンサートに来なかったから。ああ、わかったわかった、俺が全部悪うございました。あ、いた。こら、ちゃんとまっすぐ通せよ。お前へったくそだな。スタイリストと比べられても困る。カズサの長く艶やかな髪が俺のかけるブラシをすり抜けていく。ひとふさ手に取るだけで日の光を、複雑に反射して手のひらをサラサラと水のように流れていく。まるで癖がないという癖の強い芸術品。天才ピアニスト當間陽子の最高傑作は何かと聞かれたら、俺ならこの紙とその持ち主だと断言するくらい。大体顔出したって何も話すことなんかない。追加公演どうすんだよ。どうしようかな。何しろ今は弾けるイメージが全く浮かばないからな。プロの自覚あるのかよお前。そんなセリフをファンが聞いたらどう思うんだ。実力とやる気がまるで比例しない気まぐれな天才。こんないい加減なやつのピアノに魅了された人間は心の底から気の毒としか言いようがない。俺も含めて。去年のクリスマスまではあったよ。私にはもうピアノしかないってそう自分に言い聞かせてた。だからこうしてピアノで金取れるようになったんだ。毎日10時間、全然サボってなかった。歯を食いしばって頑張ってたんだよ。ごめん。そこじゃない。お前が謝るのはこの次のセリフの後だ。つまり今のこいつは新進気鋭のピアニスト當間一紗じゃないって。北条大附属3年 A 組の遅刻も居眠りも当たり前で世間に反抗してばかりの、そんな5年前ですら時代遅れだった不良娘。俺が見破れなかった単なる俺の憧れだと思ってた。俺のことをこんなにこだわってるなんて知らなかった。あの時の今の私にはもう日本で弾く理由がない。今さら追加公演なんて言われてもピンとこないよ。なんでそんなこと言うんだよ。本心じゃないくせに無理に投げやりになるなよ。春樹には関係ないだろ。私のことなんか何も関係ないだろ。
何度言わせるんだ。ピアノと俺を天秤にかけるな。あまりにも釣り合わなすぎだろ。お前こそ何度言わせるんだ。それを判断するのは私だ。お前じゃない。カズさ。お前の価値をお前ごときが決めていいわけないだろ。私を受け入れられないんなら黙ってろ。視野狭すぎるだろ。世界小さすぎるだろ。こんな何にも興味を持たない人間のピアノをさ、未だにありがたがっている人たちがいる。芸術ってバカみたいだな。みんな目を覚ましてくれよ。私なんてこんなヘボなんだぞ。見に来る価値なんかないんだぞ。本当になんて幼稚なやつ。5年経って二十歳を超えて大人になって、なのになぜかますますだだっこになりやがった。こんなあまりにも幼稚な感性の持ち主がどうやってあの豊かな表現力を身につけたんだ。これわかる？わかるかな？言っとるほど大して変わってないんだよね。これ。その、必ずその春樹は、カズサのことを、なんかその表現するときに、その、どうしてこんなやつがこうなんだ。その、どうして、トーマカズサ本人に対してピアノはこうなんだ。みたいなことをずっと繰り返しとるわけよ。言葉を変えて。それしか、なんか語彙力がないというかさ、そこがちょっと面白くあるんだよな。ずっとそれの繰り返しなんだよね。同じことをずっと言っとるのよ。芸術って本当にバカみたいだ。あとは一人で行けるな。株式会社トーマ陽子オフィスは西御宿の駅からさらに10分ほど歩いたところにある結構小さめな雑居ビルの3階に居を構えている。マスコミ貼ってないんか。所属アーティストの顔ぶれと比べればあまりに小規模なオフィスではあるけれど、そもそも活動拠点が海外なのでほぼ支障はないらしい。普段は工藤さんという、事務員が一人だけ詰めていて、国内に限定した雑務を一人で切り盛りしているらしい。つまり去年まではそこそこ暇な仕事だったらしいけど、ここ数ヶ月は忙しさに目を回しているに違いなく、というか真夜中に電話しても大抵すぐつながるし。カズさん、とそのビルの前に着いた途端、カズサの足が5分間地面に縫い付けられた。職員室に呼び出された時だってもうちょっと堂々としてたんだけどな、こいつ。これがあれだよな、その結局その5年間、この5年間っていうのを、5年間の空白があるからこそ、カズサにと、カズサとハルキの、その、さっきほら、表現の話したやん、語彙力の話したやん、あれって結局のとこ5年前の高校時代の記憶とクリスマスからの記憶しかないわけよ。2人の思い出がね、そもそも記憶と思い出がそれしかないから、だからまあその表現になるのは仕方ないんだけど、ずっとこんな感じなんだよな。でもなんかね、これって別に変な話ってわけでもなくって、なんかその同窓会とかで、あの久しぶり1年ぶりとかに会ったその同級生とかって一生同じ話するからね。一生同じ話するから、ある意味間違ってはないんだよな。お互いがその新しいことをね、そのこれから2人をどうにかっていう、ほらこれからを作っちゃいけんからさ、そもそもがね、これからを作っちゃいけんから、刹那っていうね、どうしてもね、負い目があるからさ、刹那という負い目がある以上、
2人でこれから新しいものを作るっていうのができんわけよ。じゃあ2人のコミュニケーションは結局のとこ、5年前の高校時代とこの1ヶ月くらいのことだよねっていう話になるから、まあ同じことの繰り返しなんだよな。おもろい。これは本当に面白いね。やっぱり中まで付き添うか。行くよ。一人で叱られてくる。そっか。もしかしたら首かもしれない。でもって損害賠償の裁判を起こされて。そんなわけないから。とにかくドアを開けたらすぐに頭下げろ。で、大きな声で謝れ。今朝、カズサが久しぶりに携帯の電源を入れたとき、事務所からの留守電が3桁を超えていた。結局、カズサの足をここへ向けさせた決定打は、その大量の留守電メッセージで。ついでに今、カズサの足を重くさせているのも、その大量の留守電メッセージだった。なあ、ハルキ、もし私がクビになったらさ、私の居場所がどこにもなくなったらさ。今日さ、ちょっと遅くなる。夕方から人に会う約束してるんだ。帰り何時になるかわからない。そうかよ。と吐き捨てるように答えたのは、多分帰りが遅くなることに対してじゃなくて、俺がカズサの問いかけを、遮ったせい。続く言葉を聞きたくなくて逃げたことを感じ取ってしまったせい。それでさ、晩飯なんだけど。刹那だろ、どうせ。それは週末に恋人に会うのは当たり前だろ。何隠そうとしてんだよ、バカバカし。カズさんの怒りは結構深いらしく、ふてくされるだけでなく、きっちり反撃までしてきた。必ず日が変わる前には帰る。ちゃんと飯作るから、おとなしく待っててくれ。いいよ、別に。泊まってきてもさ。なんなら、私が部屋開けようか？ちゃんと帰るって。うん。たまには一人の夜があってもいいよ。お前がいなければ思う存分泣けるから。だからそういうこと言うなって言ってんだよ。なんか事務所の前に記者が貼っとって、これ写真撮ってほしいよな。てかこれを1ヶ月続けるのはしんどいぞ、さすがに。そして俺への攻撃のはずが、いつの間にか自分に倍のダメージが返ってくるという、絵に描いたような自爆に見舞われる。だから放っておけないってのに。必ず今日中に帰る。何があろうと絶対に電話する。だから待ってろ、ハルキ。それじゃしっかり謝るんだぞ。あと追加公演のことは態度を保留していい。また今晩にでもゆっくり考えよう。じゃあな、また夜に。
後ずさってもキビスを返してもカズサの不安げな視線が俺から外れた気配はなかった。本当は一緒についていたいけれど、心配で心配でまだ全然目が離せないけれど、それでも今日だけは外せない。これもカズサのためだから。せつのだろ、どうせ。あの時俺が言葉に詰まったのはそれが図星だったからじゃなくて、実はその逆で、彼女と二人きりで会うことを気づかれずに済んだことにほっとしていたから。そやね。おはようございます、北原です。今のカズサはもう俺一人では背負えない。そもそも俺が背負おうとすることが間違ってる。だって俺はカズサを拒否してしまった。世界で一番あいつを傷つけた。世界で一番の罪人なんだから。あ、はい、カズサなら今事務所に入っていきました。それで俺はどちらに伺えばいいんですか、陽子さん。だから今のカズサに一番必要な人を頼るしかない。末継ぐ、なんだ、近所まで来てるんですか。はいはい。ここ5年間延べにして20年近くそばであいつのことを見続け、あいつのことを一番分かってる人。あの、もう一度言ってください。今のところ世界でただ一人いつまでもあいつを支えていける人。いいね、じらすね。この件に関しては初めてだもんね。以前そういう匂わせは死ぬほどあったけど、うん、確信に触れるのは今回が初めてだもんね。どこですって。まあ薄々感じ、察し取るとは思うけど。十数時間ぶりの再会は俺たちのマンションから徒歩5分の南末継の駅前だった。なんでお前が先にいるんだ。今日は何時になるかわからないって。だってもう10時だ。多分少し疲れたような顔をして軽く手を挙げてみせた俺を、カズサは少しの驚きとともに受け入れた。何時から待ってたんだ。さっき着いたばかりだよ。本当に？嘘つく理由も待ってる理由もないだろ。なんて真っ赤な嘘は、もしカズサが俺の冷え切った手に触れたらすぐにバレてしまうだろう。だって俺がこの場所に着いたのはたったの2時間前。一度部屋まで戻り、まだカズサが帰ってこないことを確かめたら、すぐにここまで引き返してきてしまった。じゃあ帰ろうか、腹減っただろ。まあな、お前に絶対外で食べるなって命令されたから。きっとものすごいご馳走が待ってるんだろうな。簡単なものでいいよな。空腹が最高のスパイスだよな。カズサと一緒にいられる時間を5分増やすためだけに。それじゃあ、ああ決めた。っていうか最初から決めてたんだけどな。そっか。
あずさは本当に俺に言われたそのままに事務所のドアを開けると同時に思いっきり頭を下げて謝ったらしかった。その後後をカズサの心配は外れ、俺の予想は当たり、首どころか泣かれるほど心配され、俺に対してよりもよほど罪悪感を刺激されたとか。それからも数時間にわたっていろいろと話し合い、今後のことを自分の意思で決めていった。怪我が治ったらすぐに練習を再開し、追加公演は予定通り開催するってこと。きっとひどいことになると思う。練習不足だし、モチベーション最悪だし。それはカズサに言わせれば、そして俺以外の人間が客観的に見れば、それは事実として俺のせいで間違いないらしい。だってある人が全く同じことを言ってた。客観的に見れる人かは置いといて。けどそれが今の私の本当の実力だ。ちゃんと受け止めるよ。カズサ、昨日まで、いや俺と二人きりの時は自分の心をダダ漏れにさせてしまっていたカズサ、俺との狭い世界から外に放り出された時、頑張って立派に見栄を張って見せてくれた。正直まだ気持ちは全然整理できてない。こういうカズサを見てるとふと頭の中によぎる思いがある。俺がそばにいる方が実はカズサのためにならないんじゃないかって。けどやっぱり今の私は周囲の人たちにあまりにも迷惑をかけすぎてる。俺のしていることなんか単なる自己満足の極みで、カズサは本当はもう一人で大丈夫なんじゃないかって。美代子さん、コンサート関係のスタッフ、私で稼ごうとする水郷なスポンサー、もっと水郷な私のピアノを聴きに来る人たち。そして今俺の心に湧き上がる寂しさこそが、俺がカズサを手放さない最大の、そして唯一の理由なんじゃないかって。それから刹那、俺は間違ってるんだろうか。ちょうど話聞いとらんな。ただいたずらにカズサを苦しめて自分の心の安寧だけを追求してるんだろうか。けれど母さんと春樹には申し訳ないなんて思ってないぞ。だってお愛子だからな。陽子さんは今だってのんきに温泉行ってるんだぞ。相変わらず娘のことほったらかしてさ。カズサが俺の言葉を遮ったのはこの後に続くのが彼女に対しての擁護だと思ったかららしい。ま、いいけどさ、あの人には倍にして返してもらう。これからも散々迷惑かけてやるんだ。それはある意味当たっていたけれど、それでも今のカズサにとって俺の意図を 100% 汲み取ることは不可能で。なあカズサ。なんだよ。お前が母親を愛してるのは分かってるけどさ、それでも陽子さんだけに負担をかけるのは。うん、仕方ないだろ。今までの私の世界半分滅んだんだから。だからさ、いい加減もっと視野を広げてさ。そして俺も今のカズサに自分の意図を 100% 伝えることは不可能で。陽子さんだけじゃなく、スタッフや友達や、それにファンだって、お前のこと好きな人たちたくさんいるんだからさ。だからこんなカズサが鼻で笑うような一般論しか口に出せない。向こうが私に期待するのは勝手だけどさ、
別に私が期待することは何もないよ。そんな寂しいこと言わないでさ、工藤さんなんかいい人じゃん。それに柴田さん夫婦だって。美代子さんも柴田さんも好きだけど、コンサートが終わったらもう二度と会うことはないから。ならさ、ウィーンにだってお前のことを好きでいる人は。私に指図するな。私を日本にいられなくしたやつが。鼻で笑うだけでなく、かえってカズサを傷つけるだけの一般論しか。お前なんかに何がわかる。私と東間陽子は私がこの世に生まれる前からつながってるんだ。それでもカズサは俺の前で踏ん張った。私の進むべき道は東間陽子が示してくれる。子供の頃からずっとそうやってきたんだ。今までなら泣き声に変わっていた場面でも、しっかりと俺の横顔を睨み、強い口調で俺を否定した。確かに一時期お互いがお互いを見失ったこともあったけど、それだって相手を思った末のすれ違いだった。そう教えてくれたのはお前だったよな。否定しながらも肯定してくれた。強がりながらも甘えてくれた。そして俺はカズサのその態度を嬉しく思ってはいけないのに、胸に詰まる気持ちを止められない。だから私はこれからもあの人と歩いてく。そしていつか超えてやる。だって私にとって東間陽子は目標で、先生で、ライバルで、全てなんだから。そのセリフを初めて聞いた日のことをまだ覚えてる。学園祭を間近に控えた東間家の地下スタジオ。カズサは熱に浮かされて、あの頃のこいつが絶対に話すはずのない心の内を俺にだけ語ってくれたんだっけ。昔に戻っただけだよ。ただそれだけだ。そしてあれから5年。だからさ、今のカズさんが心の内を語れるのはやっぱり俺しかいない。今度こそさ、絶対お前の前から消えてやるよ。カズサ。カズサは頑張った。今自分にできる最大の痩せ我慢をしてみせた。けれど一生懸命頑張ったその先には、もうここにいたって仕方ないんだ。どうすればいいんだよ。お前につけられた傷をお前に治療してもらったって治るわけないんだ。コンサートまで隠し通したとしても、その後どうするんだよ。それどころか次から次へと新しい傷ができるだけだ。お前に優しくされるたびに増えていくんだ。俺はこいつを放っておけるのか。だからもうさっさと日本公演を終わらせてウィーンに帰るんだ。手放せるのか。一人にしておけるのか。北原病院から退院するんだ。自宅療養でゆっくり時間をかけて治すんだ。俺はお前みたいな悪い男に惑わされることのない
いつも通りの平和な生活に戻るんだ。カズさん。ハルキ。こいつを捨てられるのか。頑張れ頑張れカズさん、頑張れ。やめてくれよ。こんなことされると後がつらいよ。頑張れって言葉って本当に無責任だよね。今度こそリベンジだ。お前の凄さを日本中に見せつけてやれ。きついよこんなの。生殺しだよ。また傷が増えてくよ。友達を励まして何が悪い。何が悪いって言うんだよ。だって私全然諦められてないんだぞ。俺の腕がカズさんの肩を抱いている。今は普段通りに振る舞えてるけど、一人になると泣けてくるんだぞ。無理やり体を寄せられて、俺の胸に押し付けられたカズサが身をよじって抵抗してる。けれどその全身に込められた力は決して全力じゃなくて、カズサの迷いとちょっとの喜びが伝わってきて、だから俺はそんなカズサの泣き言にもひるまず、ますますその腕に込める力を強くする。それに誰かに見られたらどうすんだよ。別にどうもしない。刹那に見られたらどうすんだよ。どうもしないって言ってるだろ。こんなの隠す気もない。ハルキ、カズサが心配していることなんか今の俺にとっては完全に的外れだった。だって外だから、誰かに見られるかもしれないからこそ、俺はこうしてカズサに触れられる。もし部屋に戻ってしまったら、ありきりになってしまったら、誰にも認められないって分かってしまったら、ここでやめる自信なんかないんだから。お前は本当にひどいやつだ。かもな。やっぱダメだ。あずさの抵抗が解ける。振られたのに脈はないって思い知らされたのに、俺から逃げようとしていた力は反転して、逆に俺の胸にその体を押し付けてくる。なのにこうしてお前に抱きしめられると嬉しい気持ちを抑えられなくなる。隠していた喜びを弾けさせてしまう。お前に甘えて強がって舞い上がってこんなにも痛い女になってしまう。いいよ今だけは。ああもうくそなんでだよ。そして俺の許しを得た瞬間、喜びも悲しみも一気に外へと吹き出させる。私はこんなにもお前のことが好きなのに、なのにどうしてうまくいかないんだよ。きっと周囲の家の人には聞こえてしまっている。誰かに見られることを恐れていた勝沢は、もう今は自分の気持ちを誰かに聞かれることも厭わない。そんなに私のことが嫌いか。こんな痛い女はお断りなのか。
ハルキ。そんなこと一言も言ってないだろ。だよな。だってお前待ってただろ。実は私のこと駅でずっと待ってたんだろ。待ってないよ。嘘つくな。だってハルキの手こんなにも冷たいじゃないか。ずっと外に駅前にいたんじゃないか。待ってないって。肩に回した俺の手にカズサの手が重ねられる。その重ねた二人の手をカズサの頬が挟み込む。カズサの手のひらは温かくけれど、頬は俺の手と同じくらい冷たくて、だから俺はもう片方の腕を必死で押さえ込み、両手でカズサを抱きしめることだけを回避する。今は何も言えない。気づかれたらいけない。俺の本当の気持ちも、そして陽子さんの本当の気持ちも。せめてコンサートが終わるその日まで、それが彼女との約束なんだから。白血病なんだってさ。はい。はい。ちょっとあえて口は出しませんでしたけど、実はこんなことになっておりまして。ね、だから事務所の前で、春樹が、陽子さんのことをやたら持ち上げたのは、これが理由なんだよね。ここで落とすためなんだよね。なんか露骨に持ち上げとったんよ。それはここでちゃんと落とすためなんだよね。前からそんな兆候はあったよね。コンサートの終わった後にタクシー呼んでやっていうやつと。私ちょっと用事があるから、ホテル、ここ来たばっかの時だよね。日本に来たばっかの時に、私しばらくいなくなるから、また男かみたいなこと言われとったけど、実は